野球人が大好きなバッティングセンター、皆さんもよく行きますよね。私ライパチもこれまでたくさんの場所に行き、たくさんのマシン、たくさんのボールを見てきました。今回向かったのは東京羽田から約8時間、インドネシアはジャカルタ。そんな異国の地でバス線を作ってしまった英雄のお話です。はい、どうもライパッチです。インドネシアに来ましたらバッティングセンターがあるということで、今回探して来てしまいました。ありました、ABC。 いた。アメリンドアウトダバッティングケージインジャカルタ、アメリンドバッティングセンターようこそ。日本語で書いてます。おお。やってますね。やってますね。やってますよ。ハロー。これソフトボールですかね。これはソフトボール。ソフトボールマシン。まさかインドネシアに来てソフト。おお。何？ボールは高級みたいなやつ？20円の高級の。おお。ナイスバッティング。アーム式のマシンです。ありがとうございます。断末魔が先ほどもちらっと映り込みました。マシンを調整していたこの男性、実は我々野球人の味方であり英雄、もはや伝説的なとんでもない方でした。ひとまずライパチも打ってみました。あー、ついた。なるほど。私バツです。ちなみにこの時のスイングから今のスイングを比較、全然違います。たった1ヶ月でこんな変わるとは。今度野球人生のスイングの変化をまとめてみたいと思います。ちなみに今までいろいろ試してきましたが、実はインドネシアで一つ覚えたことがありました。なんかツイストっぽいけど、ツイストっぽい丸選手みたいな。ひたすらツイストする影もあった。合ってるんだな。あ、まあそれはあると思う。というわけで重たいソフトボールを打ち返せるようにツイストを意識して練習してみました。詰まっても負けない。ここにグッと押さえるから、グルッと言うよ、グルッと言うよ、キュッと言うよ。ここで体幹を締める。あっちは何なんだろう。ちょっとブレイクでショップの中を見てみたいと思います。失礼します。あ、めちゃめちゃ涼しい。あ、インドネシアの香りします。やはり海外イーストンとか多いですね。ルイビル、イーストン、ルイビルのクラブ、ウィルソン、ローリングス。はあ。そしてなんかバッテ、カラバットもありますね。
スイングガムだよ。ピンボー。謎のマシンですね。売ってるんでしょ。あ、ヘルメットもあります。グリップテープもありますね。だいたい一通りギアを置いてあると。そしていよいよこのバス船を作った男を直撃してみました。I have a question. Okay. Yeah. Why did you build this ballpark? それな。アメリカが恋しくなってもうて野球好きやってんけど、インドネシアにはそんな設備ないからな。作ってもうてん。そしたらこんな施設持ってんのが自分だけやと気づいてんな。だから自分だけやなくてみんな使えるようにオープンにしようと思ったのが最初やねん。そっからみんな好きと言ってくれるようになって、そんないい設備を作ったよなと分かったわ。はは。わざわざバッティングのために3時間半かけて車で来るやつもおんねんで、なんて素晴らしいことかと。今んとこ潰れずにやっていけてるよ。はは。そんな儲かってるわけちゃうけど、野球好きならただ球を打つって最高やろ。バットで打つのが大事なんや。アメリカにはケージ、日本にはバス線があるけど、インドネシアにはない。俺だけや。野球って頭とか戦略もいるし、いいスポーツやねん。もっと宣伝していきたいな。実はな、月曜から金曜日までは学校の先生やねんけどね。バス線は趣味やねん。こんな感じでこの後も野球バス線の思いを延々と語ってくれました。異国で野球発展に貢献する野球人でした。興味ある方、ぜひ行ってみてください。